始まる、皆さんにお伝えしなきゃいけないことがあります。この動画をもちまして、2022年11月から始まりましたちむどんどんマズマフを卒業します。まあいろいろ理由はあるんですよね。これいろいろあるんですよね。はいはいはい。まあちょっとまあ、前回の動画カルピスの動画がもういつぶりなんだっていうぐらいの動画だったと思うんですけどね、ちょっといろいろありまして、今回をもってマズマフを卒業ということになりました。皆さん応援していただいた皆さん、隠れチームファンの皆さん、今まで本当にありがとうございました。あれですよね、仕事がねやっぱりちょっと忙しくなったっていうのもあるし、まあ、ね、まあ、チームが偉くなったっていうのもあって、まあ、ぶっちゃけね、立場も変わってきて、もちろん今まで忙しくなかったわけじゃないんですけれども、まあいろいろこう、まあ、諸行無常と言いますか、変わっていくっていうことなんですかね。でもいろんな、まあ撮影してきましたけど、本当ですね、なんかこう一番思い出に残ってるものとかってありますかね。一番思い出に残っているのはすいません、いや使わないですけど僕は意外にっていうのはあれですけど、ジェルジックの総会に乱入した時がすごい印象に残ってて、あの時ゴートゥーさんいなかったんですよね。あの時はそうですね、ムーニシさんが、ね、はい、ムーニシさんが急遽なんていうか、みんなこう一致団結、カグが一致団結してたんで、僕どうしても今回は外せないなと思って、気合めちゃくちゃ気合い入れていったっていうのはありますね。声もすごい出てたっていうか、いつも声のことゴートゥーさんに注意されてましたけど、その時すっごい声出てたっていうのがありますね。僕はねやっぱりあれ小池屋さんが一番印象に残ったというか、 あれはもうなんていうのかな、無茶ぶりもあれすごかったですね。あの編集のなんか無茶ぶりが、あの動画まだ見てない方ぜひ見てください。 GoTo さんの編集技術がもうすごくて、本当にすごすぎてちょっとねえ若干 GI とあんまり関係がない感じです、ね、いや本当にあの動画ぜひ見てください。本当になんて類を見ないぐらいバズマフ史上最高に凝った動画なんで、ぜひ見てください。あとは僕ね、チムパチ先生あの世紀の大滑りっていうか、大滑りあれ本当はなんていうか GI とは何か動画なんで、本来すっごい回るはず、 GI を知りたい人が絶対見る動画のはずなのに一切伸びなかったっていうこの動画何なのみたいな、あれは何ですかね、あれ何なんですかね、サムネイルが悪かったふざけすぎちょっとふざけすぎた感じあれもインターンの方にもねご協力いただいたりして、なんかすっごいめちゃくちゃ人集まってましたよね、あの時。仮装ででやったみたいな。8人ぐらい。8人ぐらいで撮影してましたね、あれね。あれ何だったんですか、あれなんであんなに伸びなかったのかっていう。そこで伸びない動画っていっぱいありましたね、やっぱり難しい、ね。難しいですよね。まあ、2年間こういろいろやってみて、やっぱり難しいね。難しいなっていう。動画はね。もうちょっといろいろやりたいことあったんですけど。まあね、こればっかりはね、こればっかりはどうしても、しょうがないですよね。ちなみにじゃあ、はい、もう2年間、まあ、応援団長ということで、うん、はい、まあ、いろいろ活動してきたので、はい、まあ、当然ね GI 賛否、これやっぱり最後は全部暗唱するぐらいのね、やっぱり特技を見せていただかないと締められないんじゃないかな。いやー、だって、ね、まあちょっとね、どうなのか、もし、ね、つまずいたりしたら、じゃあ、ゴートゥーさん、ちょっとヒントみたいな。あ、ヒントみたいなね。その最初の文字言ってたりとか。なるほど、なるほど。こうね、いろいろは凝った編集がちょっと難しいかもしれないので、あ、まあまあ、そうですね。その時は、もし皆さん、GI の3ピンチ欄っていうのが、地理的表示の農林水産省のホームページに載ってますので、それを見ながら、ね、お楽しみいただければっていうふうに思います。
じゃあまあ早速早速ちょっとこれ本当に別に今後ろとかにも映ってるわけとかじゃないんで、今日の動画長くなります。最後なんですけど。じゃあまあ1番からもう順番にボンボンいっていきますか。ボン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 いっていきましょうかね。いつでもご自身のタイミングでどうぞ、はい、いきますよ、はい、早速、はい、早速でもないいきます。顔です。初めて工場で2番目のエメレートバンドクロエルタカムチャ顔のつぼづくいくんクロンチュンタイムさんクロンチュンタイムさんビルタカムなんてイヤスイート鳥取先学級皆さんね15番は正直という形で松立絞り大根。はい、すみません。よくわかりましたね。これヒントですかね。はい、はい、これ見てください。あー、三部そば。ごめんなさい。ちょっと長いの。
川端ちゃん、川端ちゃんも、川端ちゃんも秋元大臣、ここピンピン、小宮原さん、大井生産チーム、伊達のあんこ町、三口商事、田村のものが、平地、阿波踊り、十勝楽屋こと、徳島市町、深見市福沢町、豆方館長、長崎市川市、荒川の荒川の高知、昭和天井、川崎市分、今日の大連とは、金田大社にも、ドイツ党講師、ドイちゃん講師、どういうことしたっけ、その次だから、あれだ、最終日だから。ミッション2、オーナー、青森クリーニング、以前、黒川さんも来た。淡路島三連発、牛丸、牛尾、中津島人参、谷川島レザーリーフ館。仙台市、水口官房、山江国、長州黒頭。おお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 おこれあまあまあいけたんじゃないですか。いやこれはすごい、これ結構3ヒントぐらいですか。3ヒントぐらい。ああ、まあちょっと3ヒントもらっちゃいましたけど、いやいや、あのこれはあのガチですからね。これガチですよ。多分ノーカットで放送してもいいか、ガチでいいかぐらいじゃない、もう何もないですから、はい、いやよかった。いや、なんとかね、優秀の美飾れたんじゃないですかね。そうですね。あ、これちょっとね、まあ、ノーカットで、いやよかったよかった、ね、じゃあちょっと改めまして挨拶、いやまずちょっとゴートゥーさんから挨拶して。いや本当にね、2年間あの、まあ、GI のまあ、産品に、はい、まあ、絡んでですね、まあ、いろんなところに行かせていただいたし、ね、まあ、編集もね、なんかこうなんかね、うん、楽しかったし、なんかこううまくなっていくのが楽しかったっていうのがあって、うん、まあ、本当に貴重な体験をさせていただいたかなと思いますね。僕もね、いや本当にもともと、まあ、行っちゃっていいかな、行っちゃいますか最後に、はいはい、実は僕はもともと農林水産省の人間ではなくて、ある省庁から出向できてた、あの出向できてる人間でして、農水省の何ていうか喫水のね、喫水の農林水産省の人間ではなかったんですよ実は今まで。まあ今まで別に騙したわけでもないんですけど、あの、まあ、だから出向した時に絶対にこうバズモフィン出たいっていう思いがあって、こうして、でこうやって機会に恵まれて、あのバズマフに出ることができました。まさか1年半あ2年2年弱ぐらいこうやって続くとは思わなかったんですけれども、そして皆さんの応援皆さんの応援っていうか、まあ、無理やりこう無理やり応援話をお涙で応援させてたっていうところもあるかもしれないんですけれども、まあ、本当に貴重な経験をさせていただきました。まあ、こうやって治療のは終わりますけれども、まあ、GI っていうのは、まあ、まあ永久に不滅だと思うの で、 そうです、ね、皆さんもこれから本当に素晴らしい、もう食べてみてやっぱ GI 美味しいなっていうことは本当にいっぱいありましたもんね。あれ、あ、そうですね、いや本当に美味しいっていうことが本当にあったので、それだけね、品質とストーリーに裏付けられたあのこの国の財産ですからね、貴重な。それ、この GI はこれからも続きますので、皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。GI 見たら、GI マークとか見たらね、ぜひ、SNS に、ね、上げていただければと思いますので、よろしくお願いします。それでは、最後、いつものでいきますか。最後、いつもの最後やって終わりましょう。そうですね。終わりましょう。はい。じゃこれからも、GI を、もっともっともっと広げていきまーす。皆さん今までありがとうございました。さよなら、バイビー。